それではこれより天界スーパーファイト本日のファイトラインメインイベントを行います。ブルーコーナーネクストゼロ現地入場。ブルーコーナーネクストゼロ現地入場。レッドコーナーより社員沖縄翔平入場。レッドコーナー社員沖縄翔平。ラウンド1ファイ30秒。
残り時間1分。30秒。第2ラウンド終了。ファイナルラウンド。残り時間2分。残り時間1分。タイムストップ。再開します。残り時間1分。残り30秒。試合終了。これより判定に入ります。判定の結果をお伝えします。ジャッジ送りし30対29、青銀次。ジャッジ天眼30対30、ドロー。ジャッジ福島30対28、青銀次。判定の結果2対0、勝者ブルーコーナー銀次。
世界一キックボクシングフェザー級タイトルマッチ、新チャンピオンの誕生です。判定の結果は2対0、勝者新王者銀次。見事タイトルマッチ制しました新王者銀次選手には今チャンピオンベルトが贈られます。そして株式会社ゆずき様より今トロフィーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではこれより銀次選手へインタビューを行っていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ち聞かせてください。いやもう翔平選手本当気持ちも強くて、もう何回も心折れそうになったんですけど、その中で地元の一緒に練習してくれて、練習を付き合ってくれた仲間や家族やみんなここまで協力して助けてくれて、その人たちの顔を浮かんでなんとか頑張りました。これからチャンピオンとなりました。今後の目標についても聞かせてください。まだまだこれじゃちょっと天下一のチャンピオンとしては胸張って言えないんで、もっともっと強くなって頑張りたいんで、また応援よろしくお願いします。ファンに向けての一言メッセージを最後にお願いします。ちょっと今世の中コロナで大変な状況なのに、この試合会場まで来てくださって本当にありがとうございます。そしてこの大会を開催してくれた天下一の主催者の皆さん、本当にありがとうございます。もうチャンピオンになったんで、これからはチャンピオンの何に恥ずかしくない試合をこれからしていきたいと思うので、またどうか応援よろしくお願いします。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。本日のメインイベント、フェザー級タイトルマッチ新チャンピオン銀次選手でした。おめでとうございます。